はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の秋原氏ね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回はですね、造血幹細胞移植の合併症である移植変態縮死病の症状と治療を、まあ、各臓器で、ね、発症した場合でっていうのを、ね、お話をしていきます。ちょっとね、今回はね、めっちゃ難しい言葉がね並びますけどね、頑張ってね、ついてきてください。 GVHD はですね、急性と慢性の2つに分かれていてですね、病理組織、症状、発症時期によってね、結構分類されててですね、急性と慢性でですね、診断基準やね、治療法が結構異なってきます。症状が起こる臓器っていうのはですね、急性ではね、皮膚、肝臓、消化管などでね、慢性ではですね、皮膚、口腔粘膜、眼球、肺などのね、症状やね、程度がね、個人差があって様々なんです。そんな個人差のあるで GVHD の治療というのはですね、個別の状況に応じてね、検討されていきます。でも大体はですね、ステロイド剤と免疫抑制剤を結構用いたね、こう全身療法っていうのがね、こう中心で、まあ、症状に応じて、塗り薬とかね、飲み薬とかね、目薬とかなどのね、まあ、局所療法というのをね、併用しています。そしてね、症状が出た時のケアとしてね、ここから少しだけ詳しく細かくお話ししていきます。でまず皮膚の GVHD でそうですね、移植を受けた患者さんの皮膚というのはですね、移植前処置のね、化学療法とかね、放射線照射によってね、皮膚のね、再生にね、必要なね、基底細胞とかね、皮脂膜とかのね、機能っていうのが障害されてしまっていてね、皮膚がね、薄くなって乾燥して傷がつきやすい状態となっているおるんですよ。そのためにですね、皮膚の GVHD がない場合でもですね、非常に弱い状態になってますのでね、予防のためのね、ケアをね、こう継続的に行っていくことがすごい大切なんです。まあ、専門的なね、皮膚のケアというのはね、看護師さんとかね、担当の先生にね、相談していって行っていきます。僕もね、その入院中にはですね、全身の皮がね、こう一枚剥がれた感じになってですね、もうすごくボロボロになったんです。で、それがきっかけでね、まぶたが結構腫れぼったくなって、重たい感じになってしまってね、移植する前の写真とね、その写真、顔をね、比べてみたらですね、まあ移植する前の方がね、肌もツルツルやしね、お目目もバッチリで、まあもっとイケメンやった感じ。次はね、消化管の GVHD です。消化管の GVHD のね、症状っていうのはね、腹痛、下痢、吐き気、嘔吐、食欲不振などがあります。自宅療養中にですね、水溶の下痢、水のような下痢ですね。水のような下痢や強い吐き気などね、腹痛を認めた場合にはですね、もう早めに病院に連絡してね、重症の場合はですね、入院治療が必要です。消化管の慢性をね、測るためにね、経口摂取をね、中止してですね、点滴による栄養補給にすることがあります。食べ物を食べるのを中心にしてね、点滴でご飯を食べるぐらいの栄養を取りましょうということなんですよ。まあ、僕はこれはそんなひどくなかったんですけどね、まあ、下痢はありましたけども、まあ、原因はね、ちょっと火の通りが甘かったお魚とお肉を食べた時だけでしたね。で続きまして、口腔のケアですけどもね、移植前処置に用いる化学療法やね、放射線照射はね、移植後3ヶ月以降のね、慢性 GVHD はですね、唾液腺を障害してしまって、唾液腺ね、唾液が出る唾液腺を障害してしまってね、口腔内、口の中を乾燥させて、口腔粘膜細胞をね、破壊してしまいます。またね、移植後のね、低免疫状態であってですね、患者さんの口腔内というのは病原菌が繁殖しやすい状態にあります。そのためにですね、広範囲にわたるね、重篤なね、口腔粘膜障害をね、引き起こすことがありまして、適切な口腔ケアによってね、こう二次感染症をね、防止してね、QOL のね、低下をね、防ぐことがね、大切とされています。GVHD のね、悪化に伴ってね、症状も悪化することがあるんですよ。そんな状態を回避するための予防としましてはですね、まずその症状を最小限にすることが大切なんです。移植前処置でのね、大量化学療法が始まる前にですね、口腔ケアに関する説明とかね、口腔内の診察が行われます。
必要に応じですね、口腔清掃ので指導してもらったりとか、歯石除去とか虫歯の抜歯などの治療を行います。でこの時の口腔清掃の指導でね、僕の歯医者の動画でよく出てきていました美人歯科衛生士がね現れたんですよ。もうね、初めて部屋に来てくれた時はね、ドキドキしながらね、口腔清掃の説明を受けてましたね。全処置が始まるね前から3日に1回ぐらいか来てもらってて指導を受けてたんですけどもね、もう全処置でね、抗がん剤が始まるとね、副作用で体がこう機能しなくなってきて、で点滴もあるのでね、自分で上手に歯磨きできずにいたんです。まあ自分でもするんですけど、その来てもらったらその都度その都度ね、しっかり口あーって子供みたいに開けてね、シャカシャカシャカってこう磨いてもらってたんですけどもね、もっと副作用が激しくなってきたらね、もう口内炎でもうさすがにその口がね開かなくなってきてね、もう痛すぎてなんかこうお会いできてドキドキしているどころじゃありませんでした。ほんでね、その来てもらうたびにですね、こう毎回ね、その最後にね、記録として口の中の状態をね、デジカメでね、こうパシャッと写真を撮られてね、保存されてたんですけどもね、まあ、その時も全く口が開かない時もありましたね。まああれはさすがに辛かったですね。痛かったしね。そして移植をしてね、こう数日経ってくるとですね、まあ感染予防や食事指導がね行われるんです。さらにはね、症状が起こってしまった場合ですとね、粘膜の保護、痛みの緩和、保湿、二次感染症予防などのね処置が行われますけども、僕はね、痛みがなかなか和らいでこなかったので、口腔内を集中的にするのではなくて、点滴の投与がね通常通り行われただけでしたね。まあ、いつもね、痛い痛いと言っててもね、何も変わることなく、口腔内よりもまあ体の中の状態の症状のケアをね、なんかこう重視されてたような気がします。続きましてね、感染症のお話ですけどもね、造血幹細胞移植ってのはね、白血球の静着後もですね、白血球の数とか機能がね回復途上にあるためにですね、非常に感染しやすい状態にありますのでね、そのために長期にわたって感染症に注意が必要です。移植後早期の時にはですね、免疫細胞の数や、ね、機能が十分ではありませんし、またね、同種移植とかね、GVHD の予防治療のためにですね、投与する免疫抑制剤やステロイド剤の影響でね、免疫力がさらに低下します。で免疫力がね十分に回復するにはですね、月単位から年単位のね長い期間が必要なんです。でそんな感染症の原因はですね、主にまあ細菌やね、真菌、カビですね、あとウイルスなどね、体の外から新たに侵入して感染症をきたす場合とですね、体の中にもともと在住して潜伏していたもの、例えば口腔内や腸管内の細菌、真菌でしょ、で肝炎ウイルスなどがね、この粘膜障害やね、免疫力低下に伴ってね、感染症をこう起こしてしまう場合があります。まあ、たとえね、ドーナーさんからねもらった造血幹細胞からね生まれた白血球が生着してもですね、抵抗力っていうのはね十分とは言えずにですね、健康な人には害のないような、もう弱い細菌とかカビとかのねウイルスなどによってね、まあ日和見感染症をね感染することもね、病人はね少なくないんです。主な病原体というのはやっぱカビでしょ、で単純ヘルペスウイルスで、サイトメガロウイルス、スイート、まあ、水疱瘡のことなんですけどもね、帯状疱疹ですよ、あとアデノウイルスなどですね。もう帯状疱疹に関してはね、去年の6月にね襲われてしまって、えらい目に遭ったのがね、まあ、記憶に新しいんですけどもね、あれは久しぶりに見た地獄でしたね。痛すぎました。でそしてそれぞれの対策なんですけどもね、感染症予防のためにね、無菌室や個室などのね防護環境での治療を行います。でまたね、日和見感染症の予防のためにですね、抗菌剤、抗真菌剤、抗ウイルス剤をね投与します。まあ、患者さんの状態やね、検査結果から感染症が、ね、疑われた際にですね、特にね免疫力が低い時期にはですね、病原体や感染臓器のねこの確定診断の前にですね、治療を開始する必要がね生じることもよくあります。そして今の僕のようなね、自宅療養中の感染予防法についてはですね、まあ、手洗いうがいだけではなくですね、食事とか掃除の仕方とかね、自宅で飼ってるペットちゃんがおったらね、まあ、その子と接触していいんかとか、まあ、細かいね注意点はね、退院前にね病院の先生にね確認しておきましょう。そして対策としてはですね、予防接種がありますよね。移植前にね、かかったり、またはその予防接種によってね、こう得られた免疫力っていうのがね、移植後にはですね、低下するか、あるいは消滅してしまう場合があるんですよ。
まあ、僕は調べてませんけども、もうまあほぼほぼ壊滅してますよ、全滅してますよとね言われましたので、あの赤ちゃんの頃にね、僕が得た免疫力をね、もう全くないためにですね、まあ打てる時期が来たらね、打たなあきませんのですよ。しかしね、今はね、免疫抑制剤を飲んでますがためにですね、打てませんし、でもちろん新型ウイルスのね、ワクチンもね、打てませんのでね、非常に危険な状態にあるんです。でまあ他のね、患者さんでね、状況に応じてはですね、いくつかの感染症についてはですね、もう予防接種をね、もう再度受けることができるというふうにね、勧められています。まあこのようにですね、移植後のね、予防接種というのはですね、体調が回復してから、そして免疫抑制剤などのね、ステロイド剤が終わってから行います。まあ、といった感じがですね、造血幹細胞移植の合併症である、移植変態宿主病 GVHD の症状と治療のお話でございました。まあ、白血病がね、発症してから3年経ちましたけども、発症してね、5ヶ月ほどでね、連続で抗がん剤をして、8月にね、造血幹細胞移植をしまして、今でこそマシですけども、まあ、それなりにね、僕も少しはね、症状が出てるんで、悪化しないようにね、これからもね、感染症対策をしっかりしていきます。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。